久保さん、今回一休さんにしましょうか。一休尊氏さん。気にしない、気にしない、慌てない、慌てない。まあ、一休さんのアニメね、結構僕見てましたけど。やっぱ久保さん上手いですね。人のこの感情の動かし方が。いいですよ、いいですよと。ああ、吉田さん、どうぞ、僕を気にせず、自由にやってください。一週間後でいいですよと。なんか、なんすかね。とりあえずうまいっすね。なんだろうな。まあ、とりあえずね、まあ気にしないってことですね。うん、あんまり気にしないってことでいいと思いますよ。まあ気にすることがあるとするなら、僕が一番気にしてるのは売り上げなんで、売り上げが上がってんのか上がってないのかっていうね。売り上げが上がってないと、お金がないと、精神的にきついですからね。僕なんか商品売れなかったらね、飯食えないですからね。毎回、でもね、よく毎月こう本当売ってるなぁと思いますけどね。よく売ってきてんな、みたいな。もう6年。そこだけは気にしてますね、売り上げは常に。とにかく売ってきました。とにかく、いや今回もね、まあ金曜日までが着金なんで、もうすでに決済していただいてる人いますけど、また、まあ、これからまたちょっとお問い合わせしていただいた人にワンツー動画撮って送って、金曜日までのあれなんで、まあ、全体配信で決済明日までですよみたいなちょっと撮ってくるんですけど、あと2本ぐらいか。まあ、気にしないことと気にすることはやっぱね、分けた方がいいですね。お金のことは絶対気にした方がいいですよ。売り上げのことは。売り上げのことはね、気にしないとね、やっていけないですからね。なんかね、久保さん、ここアパなんですけど、アパホテル泊まって5000円なんですよ、ここ。5000円で、すごくないですか？広い。なんかやたら広い、ここ。温泉もついてるんですけど、ここのアパ。アパホテルのこの女性、まあこれね、今日、これからこれ、強運っていうタイトルをいただきまして、これで動画撮ろうかなと思うんですけど。ピンチをチャンスに変える実践、強運と。これちょっともう、あ、これやん、みたいな。動画のテーマ、今日これでいきますよ。いやー、一休さんですね。いってらっしゃい。